ロッキード L-18 ロードスター L-18 ロードスターナショナル航空ロッキード L-18 ロードスターはアメリカ合衆国のロッキード社が1930年代末期に開発したレシプロ創発の民間向け旅客機である第二次世界大戦ではアメリカ軍でも輸送機として使用され陸軍では C-56C-57C-60 海軍や 海兵隊では、R5O の形式名が付けられて運用された。また、L-18 ロードスターをもとにした、アメリカ海軍向け哨戒機、爆撃機として、PV-1 ベンチュラ、PV-2 ハープーンが開発されている。1937年に初飛行した、ロッキード L-14 スーパーエレクトラは、性能的には良かったものの、すでに広く販売されておりかつ、 L-14 よりもより大きな機体を持つダグラス社の DC-3 と比較して高価であったためセールスは伸び悩んでいたロッキード社は L-14 の機体を延長して座席数を増やすことにより経済性を改善させようと考えこれがモデル18ロードスターとなった最初の試作機は L-14 の完成機を改造して製作され 1939年9月21日に初飛行に成功した。L-18 の新造機は1940年2月2日に初飛行した。L-18 は各形式合わせて625機が生産された。ブラジルのバルガス大統領機 L-18 は1940年3月30日に形式証明を取得し、最初の顧客となった。 ミッドコンチネント航空に引き渡された。L-18 は座席数増加によって乗客あたりの運用コストは DC-3 と同等レベルに改善していたが、すでに DC-3 を導入済みの航空会社も多く、販売はやや低調に推移した。結局、L-18 のアメリカ国内の民間航空会社への販売は31機にとどまった。 海外顧客への販売は、オランダ両東インド諸島の政府機関から29機の注文があったこともあって、アメリカ国内よりは少し良かった。民間航空会社への販売としては、南アフリカ航空へ21機、ニュージーランドナショナルエアウェイズへ13機、トランスカナダ航空へ12機、英国海外航空へ9機、などの大口販売があった。 1940年から41年にかけて、アメリカ軍は、戦争に備えた、軍備増強を行い、アメリカ国内の L-18 の多くも、アメリカ陸軍航空隊によって徴用され、C-56 の型番を与えられた。また、新造機にも搭載するエンジンによって C-57 や C-60 といった、正式型番が付与されている。また、アメリカ海軍や、 海兵隊では R5O の型番が付けられた。イギリス連邦へレンドリースされた L-18 はイギリス空軍やニュージーランド空軍、カナダ空軍、オーストラリア空軍などでロードスターと呼ばれて使用された。1942年には1機がブラジルのバルガス大統領のプライベート機として販売された。この機体には大統領機としての特別な偽装が施されていた。 第二次世界大戦が終わると多くのロードスターがオーバーホールを受け民間に戻された。1948年の第1次中東戦争では1機のロードスターが黎明機のイスラエル空軍,軍で輸送機として使用された。1970年代から80年代にかけてはアメリカ国内のスカイダイビング事業者の多くがロードスターを用いていた。 モデル18から56アメリカ陸軍の C-60A アメリカ陸軍航空隊、陸軍航空軍での正式型番。アメリカ海軍の R5O アメリカ陸軍航空隊、アメリカ海兵隊、アメリカ沿岸警備隊での正式型番。パンエアーのロードスター、南アフリカ航空のロードスターアメリカ沿岸警備隊の R5O3 面図、C-60A の初言。ありがとうございます。